Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はあなたにお知らせがあります。この度ですね、国連英検の特A級、こちらを受験することに決めました。今回はですね、どんなそれが試験なのかということと、難易度とか、僕と国連英検との関係とかですね、これまでの受験歴とか、いきさつとかですね、そういったことをお話しさせていただければなと思います。最後にこの意気込みとかですね、あなたに向けたこうメッセージという順番でお話をしたいなって思います。結論から言うとですね、今回国連英検の特 A 級を受験することに決めました。千葉県に僕は住んでいるので、千葉のですね、いくつかもしかしたら受験地があるかもしれないんですけど、おそらくですね、特 A 級って一番上の高級なんですけど、もしかしたら1箇所だけなのかなっていうことも考えてはいるんですが、もしですね、あなたが受験されることがもしあるのであれば、ぜひですね、こう一緒にこう互いにこう頑張っていきたいなって思っているんですね。もしかしたらその会場でお見かけするかもしれませんがその際は声をかけていただけたらすごく嬉しいなと思うんですね。とてもレアなこれから説明するんですが資格なので、これまでですね、僕は国連英検というのを何度か受けてきました。で、今現在ですね、A 級までは持っているんですね。とは言っても実は A 級ってそんなに難しくなくて、英検準1級と1級のちょうど間ぐらいのレベルがあれば、受かるようなレベルのですね、資格なんですね。じゃあ僕がいつその国連英検に、目覚めたかというか興味が出始めたかというと、僕が昔です別の動画で NCB 英会話教習所という動画を上げていて、大学に通いつつですね、短期留学で1ヶ月間カナダにバンクーバーに留学に行っていて、その理由がですね、英検準1級に落ちてしまってすごく悔しい思いをしてもう泣いたんですね。もう泣いて泣いて泣きまくっちゃったんですね。で、次こそ受かってやるぞってことで短期留学をするってこう決めてですね、留学をして、で帰国をして英検準1級を受かったんですね。でその後にですね、ちょうどその新宿のこう高島屋か何かかな、紀ノ国屋ですかね、本屋さんに行っていて、何かいい本ないかなと思って買いに行っていたら、勧誘を受けてですね、入ったところがこれ NCB 英会話教習所というところで、とても素晴らしい、今は亡きなんですけど、英会話教習所があったんですね。そちらでどんな英会話を教えているかというと、英会話って単なるその英語とか英会話じゃなくて、国連に関連するような英語だったりとか、国連でその今国際的な問題とかで、今で言うと例えばジェンダーとか環境とかで、そういったその多種多様なその問題をこう広く扱うような、まさにニュースで見るようなですね、 NHK とか、テレビ番組とかでこう見るようなですね、そういったその題材を時事問題を扱っているような、国際的なレベルで扱っているような、内容だったのですごく興味が惹かれてですね、で、その学校に入りました。で、その NCB 英会話教習所すごく良くて、横のつながりもたくさんできたりとか、先生とのつながりも関係もたくさんできたりとか、それはその先ほどお伝えした別の動画にまとめているので、ぜひご覧いただければと思うんですが、そんなこんなで20歳ぐらいかな、19、20歳の頃に、英検準1級受かって、で、NCB 英会話教習所に入って、そこからですね、こう国際問題に関するその興味関心がすごい出てきたんですよね。で、いつかはその貧困撲滅に寄与できるような組織でこう働きたいなっていう思いがすごくこう湧いてきてですね、それが当初の僕の夢だったんですね。で、国連英検というものを知って、で B 級を受けたんですね。その頃僕の英語力は TOEIC、700から800ぐらいですね、最終的に840点だったかな、大学在学中、で、卒業式からもずっとこう英語頑張ってたんですけど、その時にですね、大学4年生の時に僕は受けまして、21歳とか22歳で受けてですね、 B 級と A 級両方受けて、で、両方ともこうパスをしたっていう、形なんですね。A 級はそんなに難しくなくて、その当時の僕の英語力でもそんなに難しくなくて、受かったんですけど、ちょっとものは試しということで、特 A 級も一度かな、二度は受けてないかな、一度は受けたんですね。そしたらめちゃくちゃ難しくて、もうこれは受けるものじゃないなと思って、いつか自分がその機会があれば取りたいなってずっと思っていた資格だったんですね。で、今回なぜこれ受けるに至ったかというと、そもそもそういうその思いがあったんですね。その当初は国連で働きたいという思いがあって、今もその思いは薄れてはいるんですけれども、あるにはあるんですが、ちょっとそのやりたいことが変わってですね、今来ていて今に至るんですけど、その国連英検、準1級じゃないですか、特 A 級ですね。この特 A 級って、先ほどお伝えしたんですけど、すごく難しいんですよ。どれくらいかっていうと、先ほど A 級が英検でいうとですね、1級と準1級の間ぐらいって言ったんですけど、特 A 級じゃどれくらい難しいかっていうと、英検1級のさらに上を行くぐらいなんですよね。ちょっと他の試験で置き換えると、アイルツご存知ですかね、トフルとかアイルツで、
7.0 が、まあ、英検1級ぐらいと言われてるんですね。でじゃあ英検、国連英検特A級ってどれぐらいなのっていうと、大体その合格者の体験記とか見ると IELTS が 8.0 あるいはそれ以上が多いですね、はい、なのでIELTS 7.0 と 8.0 ってこれあのその中にポイント5が入ってるんで 7.0、7.5、8.0 で、まあ、最高点9点なんですけど、まあ、それだけのその違いがあるよっていう、はい、あのかなり違うんですね実は、うん、まあ、それぐらい難しい試験でもともとですね先ほど言った通りあの、まあ、ずっと夢だったの でたまたまですねその大学院行ったりとかで帰ってきてすぐですね仕事がありがたいことに見つかって赴任あのアメリカにしたりとかで日本にいない期間がかなりあったので全然そのまあ、興味関心も薄れてきてしまっていたし、まあ、そもそもその受ける機会すらなかったんですね。日本でしかそれ行われてない試験なので、まあ、わざわざその試験のために日本に来てっていうぐらいのその思いがあのそれまではなくてですね、そのこれまでですね、うん、で、まあ、今に至るという中で2年前にですねちょっと一年発起してあちょっとまた受けてみたいなと思ってですねあの申し込んだんですね2020年か21年のどちらかですねで申し込んでいてで結局今まで受ける機会がなかったんですよ。まあ、っていうのはあの、まあ、コロナでですね、まあ、そのちょっと体調が悪かったりとか、まあ、このコロナ禍の中で体調が悪いとか、まあ、いろいろあってですねあのディファーをしたわけですね。延期という形でさせていただいてで 2,3 回ぐらいこう延期をさせてもらって、まあ、今に至る。で今回ですねあのその政府の緩和政策によってコロナの対策のですね、これ以上そのあの国連英検を主催する団体としてもそれはこれ以上の延期はしないことにしたという通知がありましてあじゃあこれ最後だなと思って受験料確か1万円だったかな1万2500円だったかなめちゃくちゃ高いんですよ。まあ、IELTS とか TOEFL に比べたらそこまでじゃもちろんないんですけど、まあ、それにしても英語の資格試験でね1万円って結構やっぱ高いんでこれはちょっと行きたいなと思って、うん、あのやるかなって思ったんですね。まあ、ただあの先ほど言った通りですねあのちょっと自信がないっていうのもあったりとか、まあ、それ以前に他の動画でもお伝えしているとちょっとですね家庭の都合で、まあ、妻のその病気の介護だったりとかケアだったりとか、まあ、時間的な制約そしてまた物理的精神的な制約があって、まあ、負荷があってまあ、ちょっと正常なメンタルでそしてフィジカルで望める状態では正直ないってところもあってです、まあ、子育ても入ってきて2人のですね2歳と4歳の娘の入ってきて、まあ、ちょっとこれはもうどうしようもないなっていう、まあまあ、そもそも時間がないし受けれないしあの受けるために必要な英語力を、ね、準備するため その時間もあのわざわざ作ることが十分にできないし、うん、で、まあ、錆びついたこの英語力をあの削いでですね研いで錆を落として、また磨いて、僕リーディングとリスニングがそんなに良くないので、うんまあ、スピーキングとライティングがすごく高いんですけど基本的にですね、うんまあ、そのリーディングだけなので一次試験は、まあ、その苦手なところかっていうところもあったりとか自信がなくなったりしたり、まあ、そもそもその高まっているはずのその英語力ですねが落ちてきてしまって、うん、落ちてきてしまってというかその、うん、あの翻訳の仕事をしているんですけどまあ、その翻訳とはちょっとまた別次元の専門的な英語の試験なのでだったりとかその物理的に時間取れないとかたくさんあの理由があってもう受けない理由ってもう100も200もたくさんあるんですよね。あげようと思えばキリがないぐらいもうあのなんで僕はこの試験受けるべきじゃないかっていうのはあるんですけど、まあ、そんな中なんかこうなんかひらめいたっていうかですね受けてみたいなって、まあ、最後のチャンスじゃないにしてもですね、うんまあ、一度申し込んでいて、うん、お金も払ってるしってことでちょっとやろうかなと思って模擬試験を1回解いてみたんですね。2018年の2回目だったかな。そしたら、作文抜かして57点で、そして作文、まあ、20点満点なんですけど、まあ、大体、まあ、7割5分取れて、15点取れたとしていて、まあ、全体で72点、まあ、70点前後はこうボーダーラインと言われてるんであれこれいけるんじゃねって正直ですね思ってしまったんですね。思ってしまったっていうのはちょっと悪い言い方ですけど、まあ、思ったんですね、うん、で何にも準備してなくてゼロベースで、まあ、今の自分の英語力で、その合格点前後は取れるんであればもうちょっとじゃ準備しようと思ったんですよね、うん、で本当にまあ自分の昔の自分の夢であった日本国内で一番最難関と言われる英語の資格の一つである国連英検特 A 級、まあ、これを取ることにすごく意義があるなって僕は思ったので僕が大好きなコーヒーであのタリーズコーヒーっていうんですけど、まあ、その社長がですね、まあ、現社長か前社長かちょっと忘れてしまったんですが、その元々のその創業者ですねの方が持っていたりとか、うん、あるいは雅子様がねこう持っていらっしゃったりとか本当にあの名だたる人があの受かっているような、まあ、逆に言うとそんなに
難しい試験っていうことなんですよね。なので、ちょっとそこに受かりたいなっていう気持ちがあります。で、今の気持ちはどうかっていうとですね、僕ドラゴンボール好きなんですけど、セルゲームでですね、セルに勝つために悟空がご飯と精神と時の部屋でですね、戦いをしてですね、1年間の修行をすると、それでスーパーサイヤ人の壁をさらに越えて、そのさらに壁を越えるみたいなですね、ところをやるんですけど、その時の部屋から出てきてセルに挑む前の悟空みたいな、はい、結局ゲームの中ではですね、ゲームというかその漫画の中では悟空がこうギブアップしてね、負けてしまうんですけど、そのレベルがちょっと足りないなっていうところ僕アイルズ 7.5 なんですね、それも数年前なんですけど、で先ほど言った通り合格者のその合格体験記見てると、アイルズ 8.0 の人が多い方とかですね、ちょっと足りないんじゃないかなとか思うところがあったりとかしたりするんですよね、あるいはこうスーパーサイヤ人3になったその悟空がブーにこう挑むとき、それは結局スーパーサイヤ人3の状態ではその悟空は勝たないんですよね、はい、結局一瞬もその日本っていうかその地球にいる期間がもう限られちゃってるんで、結局ね、占いババかなに戻されたのかな最後は、あのようにですね、で、結局、勝てもしなかったっていうね感じなんですけど、レベル的には五分か上を いたかもしれないんですけど、その当時の悟空はですね、そんな感じの気分ですね、セルを相手にした悟空、あるいはブーを相手にした悟空みたいなそんな気分なんですね。おそらく英語力だけで見たらですね、多分僕が5年前6年前7年前ぐらいにこう受けていれば、多分一番ベストなタイミングで受けれたんじゃないかなと思ったんですけど、その機会がなくてですね、今38歳になって、で僕が先ほど AK に受かったって言ったんですけど、これがですね、僕が20歳の頃だったんで、18年間何にも受けてないという、人生の半分ぐらいのこうブランクがあるっていう、半分ぐらい開けて、また挑戦っていうですね、状態になるんですけど、このブランクをどうこう克服していくかとかですね、すごい楽しみでもあり不安でもあり、でもしかもですね、この動画撮影しているのが、今日がですね、10月18日なので、試験が日曜日なんですね。24日だったかな、23ですかね、なので23日か、5日しかないっていう、1週間の付け焼き場で、付け焼き場というかね、そもそもそのあるものをこうサビをこう落とすプロセスと、模擬問題をですね、やるプロセスとっていうのを今まさにやってるところなんですね。でも本当に時間がないので、仕事したりとか合間でやってるし、仕事プラスその妻のケア介護、昨日今日もね、妻の抗がん剤の治療で1日もほぼ1日潰れて、本当に今義理の妹がですね来てくださっててすごく助かってるところあるんですけど、家にですね、ただやっぱりその自分自身の時間も本当取られちゃうし、もう受けている精神状態でも肉体状態でも全然ないんですけど、でも何かこう、ひらめきというかですね、こう霊の動きを感じるというかですね、いうふうにこう感じているので、受けたいなって、思ってるんですね。で本当にその受かればですね、知識はもちろんあるんですけど、知識はまず突破しないといけないので、受かったら本当にこれは主神様のですね、恵み賜物以外の何物でもないなって僕は思うんですね。だってこんなに受ける受験、何か英語に限らず、もうなんか国家試験で何でもいいですけど、情報処理試験とかでも何でもいいんですけど、簿記とかね、フィナンシャルプランナーとか何でもいいんですけど、何かをこう受験する大事な時として一番ワーストなこうタイミングなんで先ほど言ったようなね、仕事とか家族の病気の面倒とか、自分自身のそのストレスとの対処方法とかね、でもそれだけでも 180% の自分の心、体、魂使ってるんで、そんな中でこれ受かったら本当にもう神様の支えが何ものでもないなって思って、そういう気持ちでですね、全部こう、自分というよりはこう神様に委ねて受験したいなって、もうなんか開き直っているような感じなんですよね、そんな心境です。なるようになると、神様信じて、できることやって、一つのその、助けになったのは、僕 の義理の妹、妻もそうなんですけど、2人ともアイルズが 8.5 なんですよね。で義理の妹はもうカナダにマイグレート、移住をしていて、夫婦でですね、でその妹にその模擬試験とかいろいろ見てもらったら、じゃあこれこれこういうした方がいいよとか、結局結論を言うと模擬試験、加工問題とかですね、受けてどんどんそれ今慣れることに時間を当てた方がいいよってことをですね言ってくれて、本当的確なアドバイスで、それを
一昨日、昨日から始めて今日、そして残り5日間でこうやっていこうって今思ってるところなんですけどね、まあ、どれだけその高められるかっていうところが本当に課題だし、なんですけど、まあ、本当挑戦することっていいなって思うんですよね、まあ、いくつになっても、生涯学習 Lifelong Learning って僕言葉大好きなんですけど、 Lifelong Learning これ本当実践したいなって思いますね、ぜひ国連英検受ける方、B 級 A 級特 A 級とかですね、上級をこう目指すしている方ですね、ぜひ、一緒にこう頑張りたいと思っているので、もし、自分はこういうふうにこう対策してますとかですね、自分はこういうふうにやったら受かりましたとかですね、逆にこう落ちちゃいましたとかですね、まあ、そのためにも何してますとか、コメントとあったらですね、ぜひ、寄せていただけるとすごく嬉しいです、はい、今日は国連英検特 A 級を受けるというテーマでお話をさせていただきました。話がですね、こうあっち行ったりこっち行ったりしてしまって、ちょっと揺れてしまった部分があったかと思うんですが、ご容赦いただければなと思います。気に入っていただけたらですね、ぜひ高評価、よろしくお願いします。今日もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。Thank you so much guys for watching. See you next time. May God bless you, your family, and your friends. Bye bye.